こんにちは、普通のサラリーマンです。本日は、ちょっとお問い合わせいただいた2件のお話に対して、お答えしていきたいと思います。まず1つ目がと、サイドのメッキパーツの付け根。この辺ですかね。この辺でと、塗装が剥がれてしまってますがどうでしょうっていう問い合わせいただきまして、ここ、見、見えてるかなここと、 ここ。洗車中に気づいたっていうことなんですけど、私の車両も、これちょっとピントが合ってるかどうかわかんないですけど、奥の方は剥げてるんですよね。で、これは仕方ないです。あの、ま、ここに限らず多分この辺とか、この辺とか、この辺とか、あとは、この辺とか。 あの、ボディとエアロ、エアロじゃないと、ボディとバンパーは結構擦れて塗装が剥げます。これ別にベルファイアに限らずと、私の奥様のワゴン R でもそうですし、多分他の車なんかでもこういったやっぱり部品と部品のつなぎ目は塗装が剥げてるっていうのはまあたまに見かけるので悲しいですけど、まあこれは。 仕方ないかなと思います。まあ、もし、こことかじゃなく、もっと他の場所のお話だったら、ま、ちょっとそちらコメントぜひください。